はい、こんばんは。今日も雑談元ブログ怖い話、またはね不思議な話シリーズです。毎回ね申し上げておりますが、一応ね怖い話苦手とかね、いう方いらっしゃると思いますので、閲覧注意ということにしてください。もしかしたらね聞かない方がいいかもしれないので、今回のお話はですね、俺高校卒業してからですね、しばらく経ってからですね、2年か3年ぐらいでしたかね、部活、自分がいた部活、軽音楽部なんですけど、そこのコーチやってました。でまあコーチってもね、まあ単純に引率者みたいな形ですね。まあたまにちょっと教えたりはしてましたけど、で夏になってですね、合宿に行こうと、で河口湖に行くことになりまして、なんで河口湖の民宿をね、一軒借りまして行ったんです。軽音楽部でね、実は女の子が非常に多くてですね、何人いたかちょっと覚えてないですけど、当時30人とか40人とか女の子がいたんですね。で男の子はあの時はね、また特に少なくて、5、6人だったと思います。で部屋割りがですね、女子はね人数も多いので、1階全部なんか1階のね部屋をこう全部つなげちゃってね、雑魚寝っていう形です。で男の子はね人数が少ないので、2階にね3部屋か4部屋があったんですけど、ね、そこの一番奥の方の部屋、1部屋ね男の子の部屋として割り当てて、で俺は引率者だったので、1人で1部屋2階ですね。で俺の、割り当てられた部屋の隣が、男性教師ですね、顧問なんですけど、その人の部屋で、あともう一人ね、女子の方を見るのにね、女性の先生が一人、1階にね、もう女生徒と一緒に、雑魚寝という形でね、寝てました。割り当てられてました、部屋をね。で、夜ですね、深夜12時かかったかな、11時過ぎぐらいですかね、俺部屋でね、一人でねテレビ見てたんですよ。そしたらね、なんか部屋が引き戸だったんですけど、その引き戸をねコンコンってノックするやつがいるんで、誰って聞いたら、まあ男子生徒全員5、6人がね、先輩入っていいですかって言うんですよ。おいいよ、どうしたのって言ったら、いやテレビ見せてくださいよと。まあ要は彼らの部屋にはテレビがなかったんですよね。テレビみたいな、いいよいいよ、じゃあ入れよ入れよっつって、で彼らを招き入れて、深夜番組ですよね、 11pm かなんかだったんですけど見てたんですね。で何時ぐらいかちょっと覚えてないですけどね、テレビ見てるとき、俺は男の子たちはね、部屋の、テレビの前かで、車座っていうかね、テレビ囲むようにして座っていて、で俺は入り口にね頭を向けて、ほぼその入り口のドアにね頭をつけるぐらいのところでね、寝っ転がって、肘でね頭支えて手で見てたんですけど、階段をね登ってくる足音がしたんですよ。
で1人とかじゃなくてね、何人かの足音がしてきまして、おなんか誰か上がってきたなと思って、で男の子たちにね、なんか誰か、なんか女の子上がってきたぞって、なんだなんだってみんなで言ってたんですけど、まあそしたらね、あの女の子たち階段上がってきて、で俺の部屋の前をねそのまま通過しまして、奥に向かってったんですよ、廊下を。まあ廊下はあの奥っていうのはね、まあその男子生徒の部屋なんですけど、で男子生徒の部屋のあたりかな、おそらくそうだと思うんですけどね、あのまあ立ち止まってね、なんかごちゃ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 話してるわけですよ。でまあ高校生じゃないですか、だからなんか告白とかそういうこととか思いながらね、なんかいいねなんて思ってたんですよね。でもまあ当然ですけど、そこにねいるはずの男子生徒は俺の部屋にいますから、まあ誰もいないわけですけどね、そっちの部屋には。で女の子たちがねその部屋の前で 3,4 人ぐらいの声だったんですけど、なんかごちゃ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 喋ってるんですよ。なんか部屋とかね入れないのかなとか、ノックとかできないのかなとか、恥ずかしいのかなと思って、まあ無視した、無視っていうか、まあそのままにしといたんですけど、でですね、実はその 3,4 人の中にですね、非常にこう声に特徴のある子の声がしたんですよね。一人当時1年生だったかな、その子、本当にねものすごく声に特徴があるんですよ。でまあその声を聞けばね、ああ彼女いるなってすぐ分かるぐらい本当に非常に特徴のある声だったんです。で何を喋ってるのかはもちろん聞こえないんですけどね、小声なんで。ただその子の声だけははっきり聞こえたんですよ。まあ内容は分かんないですけどね、喋ってる内容は分かんないですけど声は聞こえてるので、まあ、まあ仮に A さんとしますけど、まあ、A さんいるなと思って。でもねそのごちゃ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 やってるだけで一向になんかことが進まないというか、何やってんだろうなとか思いながらこっちは。でねしばらくしたら、彼女らがねまた動き始めたんですよ。まあ戻ってくるんですけどね、ああ いないって分かったか、そりゃここにいるもんなとか思いながらね俺は。でまあ戻ってきてね、今度俺の部屋の前に泊まったんですよ。俺頭をねあのドアのとこに向けてますから、もう本当に距離的に言えばもう本当に30センチとかねそんなぐらいだと思うんですけど、で俺の部屋の前に来て立ち止まったんですよ。やっぱ 3,4 人いるなって感じだったんですけど、で男子生徒にね小声でね、おお女子たちなんか今度こっちの部屋に来たぞみたいなねことを喋ってて、でやっぱり、ね、俺の部屋の前でなんか小声でこそ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 喋ってるんですよね。まあ当然ですけどその A さんの声も入ってるんですね、その中に。もうで誰が来てんだなんて話ね、俺が話をしてたで、まあ、A さんだけはね声に特徴があるから A さんがいるのは分かるんだけどさ、あと誰だろうねなんて言って、で男の子たちもねあの耳こう聞き耳っていうのかな立てながら、あ A さんいますね、もう A さん以外はちょっと分かんないですねなんて言ってたんですよ。でしばらくしたら女の子たち話し声止まったんですね。でシーンと静まり返っちゃって、ただそこにいるんですよ。何やってんのかなと。で用があんならね、まあ俺に言えばいいじゃんと、ノックする前に入ってくないすりゃいいじゃんと思って、もうなんかいい加減にせえよと思って、俺は引き戸ガラッと開けて、何やってんのお前らって言ったんですよ。
誰もいなかったんですよね。あれと思って男の子たちに、あ、誰もいねえぞ。でも確かにさっきいたよね、男子生徒もね、うん、いや、いましたよ、なんかごちゃごちゃ喋ってましたからね、今いねえんだよ、あれ？おかしいな。じゃあ部屋に一回ね戻っちゃったのかな、誰かが言ったんですけど、いや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 、それだったら階段を降りる足音は聞こえてるし、絶対聞こえるはずだし、え、どういうこと？まあ俺は、あ、もしかしたらちょっと思いまして、とりあえず男子生徒に今起きたこと絶対に誰にも喋んな、俺がいいっていうまで絶対に誰にも喋んな、誰にも言うなよ、強く言い含めな、うん、次の日の朝になってからですね、あの女性の先生いますよね、女子と同じとこに寝ていた先生、その先生にちょっと話があるんですけどつって、周りにあんまり人がいないとこにね行きまして、で先生、実は夕べこういうことがあったんですよ、夜の12時か、まあ、その過ぎぐらいだと思うんですけど、女性と2階に上がりませんでした、言った先生が、いやいや、それは絶対言えませんよ、私は何かね会っちゃいけないと思って2階に上がる階段のその上り口のとこに布団を敷いて寝てました、もし誰かが2階に上がるのであれば私を超えなければいけないはず、それにその時間私まだ起きてましたから絶対にそれはありえない、そういうふうにね言ってました。まあなぜ A さんが2階に上がってきてたのか、なぜ数人いたのか、理由は全く分かりません。ただ俺がいろいろ経験している中で、いわゆるおそらくなんですけど、生き量っていうものを体験したのはこれ1回きりです。それじゃあ今夜はこの辺で。